生きている主人夜は痛く老けていた仰ぐと寒空にはいっぱいの星がキラキラ輝いていた晴れ渡った暗黒の夜ほとんど公人の姿もない大通りを村松賢治と穂村総六の乗った警察自動車は弾丸のようにシックしていった。 天下茶屋三丁目はスピードの上ではまるで臨火も同様であった。玉屋邸の前で二人は車を降りた。ドアを開けてくれたのを見ると、それは穂村も兼ねて顔見知りの大川巡査部長だった。彼は直立不動の姿勢をして、 私がもっぱら屋外警戒の指揮に当たっております。と、検事に報告した。それはご苦労、すっかり体内を取り巻いているのかねへえ、それはもう完全やと申し上げたいくらいだす。閉祖と、門内、邸宅の周囲と、都合を三重に取り巻いていますさかい。 これこそほんまの蟻ののい出る隙間もないというやつでござります。大変な警戒ぶりだね。へえ、こっちも意地出す。今度はえ男にやられてしもうたら、それこそ警察の威信、地におつ出す。完全包囲をやらんことには、よかれあしかれ、どっちゃにしても寝覚めが悪を増す。 この巨大な体育の持ち主は、顎紐をかけた面にマスクもつけず、彼の大きな団子花は、寒気のためにイチゴのように赤かった。何にしても、大変な頑張り方だった。村松と穂村は、監視隊の間を縫って、警戒線を一巡した。なるほど。 映画に出てくる国定忠治の取り物を思わせるような大規模のものだった。警官の吐く息が嫁にも白く見えた。一巡後、二人は厳重な門を開いてもらって玄関に入った。さすがに屋内は静まり返っていた。でも座敷に入ると、 襖の影や階段の下に警官が木造のように立っていた。そしてケンジの近づくのを見ると、いちいち低調な敬礼をした。ああ、ケンジさん、ケンジさん。警戒総指揮官のまさ所長が向こうからやってきた。彼も顎紐をかけ、足には靴下を脱いで、 その代わりに古旅を履いていた。それは取り物の際、畳の上で滑らないためらしかった。おお、まさきくんか。君、灰男というのは何十人ぐらいで体を成してくるのかね。体を成してははは。<laughs> ケンジさんのお口にはかないまへん。ともかくも。 屋内のどこからどこまで、私のとこで完全に指が取れるようになっとります。うん、完全完全の看板ばやりだわい。えなんでございますいや、川の袋からも水が漏ると言うてね、油断はできないよ。主人公のおるところはどこかね ああ、それはこちら出す。どうぞ、こちらへ。正木所長は、ケンジを廊下伝いに、玉屋総一郎の書斎の前に連れて行った。そこの扉の前は、鬼を欺くような合力の警官が三人も立っていた。ケンジはドアの方に寄って、ハンドルを握って回してみた。 ああ、あきまへん。と警官の一人が言った。ご主人が中に入って自分で鍵をかけていてだんね。中から鍵をすると警官も中へは入れないのかね警官まで早男の一味やないか思うとるようですな。ちょっと会ってみたいが。 そんならドアを叩いてみますさ。警官がなんだか会津らしい叩きざまでドアをどん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 と叩いた。そして主人の名を大声で呼んでいるとやがてドアの向こうでかすかながらこれに答える宗一郎のわめき声があった。さっき断っときましたやろ もう叩いたりせんといておくれやす。そのたんびに心臓がワクワクして、ハエ男にやられるよりも前に心臓麻痺になりますがな。主人公は心細いことを言って、怯えきっていた。正木所長は検事に発声を促したが、村松はかぶりを振って、もうその用のないことを示した。 で、所長が変わって。私は所長のまさきだすがな。何も変わったことはあらしまへんかすると中からは、総一郎の元気な声で。ああ、所長さんでか。エロー失礼しましたな。今のところ何も変わりはあらしまへん。しかし所長さん。 殺人予告の24時間目というと、午後12時やさもうあと30分ほど出すな。そう、ちょっと待ちなはれ。うん。今は11時35分やから。ええー、ご主人。もうあと25分の辛抱を出す。あと25分でも危ないさ すぐには警戒を解いてもろたらあきまへんぜ。私もこの部屋から朝まで出てゆかんつもりや。よろしまっしゃろな。承知しました。すると朝までご主人はどうしてはります十二時過ぎたらここに用意してあるベッドに潜り込んで朝方まで眠りますわ。 さよか。そんなら、お大事に。何かあったら、すぐあの信号の紐を引っ張るのだっせ。わかってます。そんなら、もうドアを叩かんようにお頼み申しますせ。生え男が来たのか思うて、びっくりしますがな。と言って、宗一郎は言葉を切ったが、また慌てて声を継いで、 それからあの、池谷与之助は帰ってきましたやろか。そこにいまへんか。ああ、池谷はんだっか。さあ。と、所長は後ろを振り返って、警官の返事を求めた後で。どこやら行ってしもうたそうや。うちにおらしまへんぜ。ああ、そうでっか。大きに。 そんなら、これで喋るのんはおしまいにしまっせ。ほむらは、さっきからしきりと両人のドア越しの会話に耳を傾けていたが、この時首を左右に振って、喋るのはおしまいにしまっせ、か。これが永遠の喋りじまいとなるという意味かしら。ほい、これはよくない気だて。 と言って、大きな唇をぐっとへの字に曲げた。天井裏の開音。あれはなんだね池谷世之助っていうのは。と賢治が所長に尋ねた。その池谷世之助ですがな。さっき怪しいやつがおる言うてお知らせしましたのんは。 夜になって、この屋敷にやってきおりましたが、主人の部屋へずかずか入ったり、令嬢いとこさんを隅へ引っ張って、耳のところでささやいたり、そうかと思うと、会社の要人を集めて、こそこそと話をしているっちゅう、挙動不振の男だすがな。うーん、何者だね、彼は。 主治医や言うてます。何でも宝塚に委院を開いとる診療法の医者や言うことだす。さっき屋敷を出て行きよったが、どうもすかん顔や。当所長は、白面無禅に金縁眼鏡をかけているというだけの、至って特徴のない講談師の池谷世之助の顔に。 心の中で唾を吐いていた。なんだ、怪しいというのは、たったそれだけのことかね。いいえ、いな、まだまだ怪しいことがおますわ。さっきもな。と言いかけた途端であった。突然、2階へ通ずる奥の階段を、 どんどんどんと荒々しく踏み鳴らして駆け降りてくるものがあった。それに続いてガラガラガラッと何か物の壊れる音。男女いずれともわからぬ玉切るような悲鳴がその後に鋭く起こった。巣は何事か事件が起こったらしい。いや、やられた。 助けて、死んでしまうがな。と、これは紛れもない男の声。警官たちははっと顔色を変えた。そして反射的に、その叫び声のする方へ駆け出した。こらこら、神妙にせんか。騒動の階段の下から、襟髪をひっ捕らえられて、猫のように吊るし上げられたのは、 一人の男と女。どうしたどうした。どちらが早男や。早女もおるがな。あんまりパッとせん早男やな。そんな囁ささきが周囲から漏れた。正木所長は前へ進み出て。こら、お前は見たような顔やな。と男の方に言った。 へえ、私は怪しいものではござりまへん。会社の書務にいます、山の井という者で、今日社長の命令で手伝いに参りましたわけで。それでどうしたというのや、殺されるとか死んでしまうとわめきよったわ。いや、それがもし、私が階段の下におりますと、 上でどしどしとえらい足音出す。ひょっと上を見るとたんに、何やら白いものがスーっと飛んできて、この眉間に当たったかと思うと、ばっさり。何がばっさりや。上から飛んできたというのは、空そ,そこにめちゃめちゃに壊れとる金魚鉢やないか。何を慌てているねん。 2階から転げ落ちてきたのやないか?ああ」。「ああ金魚鉢ああさよか背中でピリピリするところがおますがこれは金魚が入ってピチピチ跳ねとるのやな」。所長以下何のことだと気の弱い社員のずぶ濡れ姿に朗らかな笑い声を送った。 女の方は誰やこら、こっち向いて。当所長は、鳩が豆をくらったように目をパチクリしている四重絡みの女に声をかけた。ええ、わ、わたくしはお松言いまして、糸藩のお世話をしておりますものでございます。うん、お松か。 なんでお前は金魚鉢を二階から落としたんや。人騒がせなやつじゃ。金魚鉢をわざと落としたわけおまへん。走っている拍子につい体が触りまして。なんでそんなに夢中で走っとったんや。それはあの灰男がごそごそ張ってゆく音を聞きましたものやから。 びっくりして走り出しましたので。何ハエ男ハエ男の方手一挙る音を聞いた言うのンかええー、おい、それは本当か所長は冗談だと思いながらも、ちょっと不安な顔をした。何しろハエ男防御陣を敷いている真っ最中のことであったから。 ほんまですせ確かに生え男に違いあらへん。ごそごそごそと、重いものを引きずるような音を出して、二階の廊下の下を放とりました。二階の廊下の下をと所長が天井を見上げると、周囲の警官たちも、コアゴは同じように天井を見上げながら、 首を亀の子のように縮めた。ネズミと違うか、蛇が天井に巣をしとるのやないか。おい、お待つ。はっきり返事せい。所長は少し狼狽の色を表した。違いますがな、な違いますがな、なネズミがあんな大きな音を立てます。かいな。蛇。 蛇がこんな死んだちに入ってくるもんでっしゃろか。ああ気持ちが悪い。所長はしばらく無言でただ獣のように低くうなっていた。が急に腕時計を出してみて、うん、今11時55分だ。と叫んで周囲をぐるっと見回したが、 その人垣の外に、村松賢治が皮肉たっぷりの笑みを浮かべて立っているのを見つけると。ああ、賢治さん、今のお松の話、お聞きでしたか生え男がこの厳重な警戒線を突破して、天井裏を這うというのは、ほんまのことやと思われまへんが、時刻も時刻出すよって。 一応主人公の安否を聞いてみたら思いますけれどどないなもんでっしゃろう」。賢治はパイプを口から離して静かに言った。聞いてみない方より聞いてみた方がいいだろうね。しかしこんなくだらん騒ぎにこんなに皆が一つところに固まってしまうのじゃ。 完全な警戒網でございとはちょっと言えないと思うが、どうだおう、当所長は初めて気がついたらしく。これみな、一体どうしたんやよく注意しておいたのに、こう集まってきたらあかへんがな。ああ、あの部屋に間違いはあらへんやろな。 所長は慌ててそこを飛び出し、主人公の牢上している居間の方へ駆け出した。うん、よかった。所長は居間の前に警官が一人立っているのを見て、ほっと安心した。おい、異常はないかずっとお前はここに頑張っていたんやろな。はあ、さっきガチャンの時に、 ちょっと動きましたが、すぐ引っ返してきて、ここに立ち続けております。と、東京弁のその警官が答えた。なんや、やっぱり動いたのか。はあ、ほんのちょっとです。一分か二分です。一分でも二分でも、そらあかんがなあ。と言ったが、 他の二人はどこへ行ったかいなかった。さあ、ちょっと中へ合図をしてみ。警官は心得て、どんどんどん、どんどんと合図通りにドアを打った。そしてそれを繰り返した。ご主人、玉屋さん。 所長はドアに口を当てんばかりにしてどなった。しかし内部からは何の応答も聞こえなかった。こら決けったいなことや、もっとどんどんたたいてみてくれ。どんどんどんとドアはやけに打ちたたかれた。主人の名を呼ぶ所長の声はだんだん甲高んくなり、それとともに。 顔色が青くなっていった。ちょうど午後十二時や。こらどうしたんやろか。その時、広い廊下の向こうの隅にある白の鉢植えの影から、ぬっと姿を現したものがあった。不思議なる惨劇。死と生とを決める国限は、 すでに過ぎた。死の宣告状を受け取ったこの屋敷の主人、玉屋宗一郎は、自ら引きこもった書斎の中で、一体何をしているのであろうか。その安否を気遣う警官隊が、入り口のドアを破れるように叩いて、宗一郎を呼んでいるのに、彼は死んだのか生きているのか、 中からは何の依頼もない。ドアの前に集まる人々のどの顔にも、今やありありと不安の色が浮かんだ。その時、このドアの向かい、ちょうど羅の鉢植えの置かれている影から、ぬーっと現れたる人物。それは他でもない、主人総一郎の愛娘、 いとこのそそたる姿だった。ところがこのいとこの顔色はどうしたものか真っ青であった。どうしたんです、お嬢さん。と、これをいち早く見つけた穂村探偵が声をかけた。この声に彼女の体は急にふらふらとなると、その場に倒れかけた。 小村は素早くそれを抱き止めたドアの前では村松賢治と正木所長の指揮によって今や大勢の警官がドアを打ち壊すためにドーンドーンと体をドアに打ち当てているさしもの厳重な錠前もその力には打ち勝つこともできないと見えて一回ごとにドアはガタガタとなってゆく。 そしてついに最後の一撃で、ドアは大きな音を立てて、室内に転がった。警官隊はどっと室内に踊り込んだ。続いて村松検事と正木所長が入っていった。おお、これは、うーん、これは偉いこっちゃ。 一同は踊り込んだ時の激しい勢いもどこへやら言い合わせたようにその場に立ちすくんだ。なるほど、それも無理なきことであった。なんということだ。今の今まで一生懸命に呼びかけていた主人総一郎が書斎の天井からぶら下がって死んでいるのであった。 少し詳しく言えば、和服姿の総一郎が、天井に取り付けられた大きな伝統の金具のところから、一本の綱によって、警部を締められてぶら下がっているのであった。他殺か自殺か。すると、正木所長が叫んだ。おお、ちや、ちや。 何血だって医師に出血は変だね。と、村松賢治は死体を見上げた。その時彼は驚きの声を上げた。うん、頭だ頭だ。後頭部に穴が開いていて、そこから出血しているようだ。なんですって 人々はケンジの指さす方を見た。なるほど後頭部に傷口が見える。おい誰か踏み台を持って来い。ケンジが叫んだ。穂探偵に抱かれていたいとこは間もなく気がついた。その時彼女は低い声でこんなことを言った。あなた、 なんで書斎へ入ってやったんええ書斎へいつ誰が意外な問いに穂村がそれを聞き返すといとこはあっと声を上げて穂村の顔を見たそして非常に驚きの色を表して穂村の体を突きのけたうち 何も言えしまへん。そういったなりいとこは沈黙してしまった。いくら穂村が尋ねても彼女は答えようとしなかった。そこへ奥女中のお松が駆けつけてきて穂村に代わっていとこをいたわった。警官たちに遅れていた穂村は、 そこで初めて惨劇の演ぜられた室内に入ることができた。おお、これはどうもひどい。彼とてもこの場の立前たる光景に思わず声を上げた。その時、検事と所長とは踏み台の上に抱き合うようにして乗っていた。 そしてしきりに総一郎の死体を覗き込んでいた。まさきくん、これを見たまえ頭部の出血の箇所は何か鋭い霧のようなものを突っ込んでできたんだよ。しかも一旦突っ込んだ凶器を後で抜いた形跡が見える。ちょっと珍しい殺人法だね。 そうだすな、けんじさん。狂気を抜いてゆくというのは、実に落ち着いたやり方だすな。それにしても、よほど力の強い人間やないと、こうは抜けまへんな。うん、とにかくこれは尋常な殺人法ではない。けんじと所長は、踏み台の上で顔を見合わせた。 ねえ、ケンジさん。一体この被害者は、首を絞められたのが先出っしゃろか。それとも、鋭気を突っ込んだ方が先出っしゃろか。それはまさきくん。もちろん、鋭気による刺殺の方が先だよ。なぜって、まず出血の量が多いことを見ても、これは頸部を締めない先の傷だということがわかるし、 それから、と言って、ケンジは死体の首の後ろに乱れている血痕を刺し、綱の下にある血痕がこんな遠くまでついているし、しかも血痕の上に綱の当たった跡がついているところを見ても、綱は後からケープにかけたことになる。だからこれは、 ケンジはそこで言いかけた言葉を切って、ぎろりと目を光らせた。なんだすケンジさん。何かおましたかうん、まさきくん。さっきからどうも変なことがあるんだ。結婚の上に触った綱に、二種あるんだ。つまり綱の後にしても、 これとこれとは違っている。だから二種類の綱を使ったことになるんだが、現在死体の首にかかっているのは一本切りだ。そう言って賢治は不思議そうに室内を見回した。血によって印刷された綱の跡、このような一見つまらないものを見逃さなかったのは、 さすがに名検事の誉れ高き村松氏であった。それこそ恐るべき生男の正体を語る一つの重大な鍵であったとは後になって思い出されたことだった。いとこの質問室内を見回している村松検事はそこに穂の姿を認めたので声をかけた。 ほむらはしきりに天井を見上げているところであった。何です、ケンジさん。うん、ほむら君、ちょっとここへ上がってみてくれたまえ。ここに君が面白がるものがあるんだ。と言って、村松ケンジは、宙に下がっている総一郎の首のあたりを刺した。ほむらは身も軽々と、 踏み台の上に飛び乗った。ああ、これですか。なるほど。血の上についている綱の跡のようなものが2種類見えますね。と、穂村は、検事の説明に同意した。ねえ、わかるだろうこっちに見える模様の細かい方が、今死体を吊り上げている綱の跡だ。 もう一方の模様の粗いはっきりと網目の見える方の綱が室内のどこにも見当たらないんだ。ムラはンジの刺す血痕をじっと見つめていたが、頓狂な声を出して、これは綱の跡じゃありませんよ。綱の跡じゃないってじゃあ何の跡だい さあ、はっきりはわからないが、これは綱ではなくて、何か金具の跡ですよ。ハンドルだのペンチだの、金具の手で握るところには、よくこうした網目の溝が切り込んであるじゃありませんか。なるほど。網目の溝が切り込んである金具か。うん、君の言う通りだ。 じゃあもう一本の綱を探さなくてもいいことになったが、その代わりに金具を探さなきゃならんこととなった。金具ってどんなものだろうね。どうしてこんな綱と一緒にこんな場所についているのだろうね。村松賢治はしきりと頭をひねった。しかし穂村は何も答えなかった。 村にもこの返事はすぐにはできないであろうこの答えがもしすぐにこの場でできたとしたらハエ男の正体は案外楽に解けたであろう奇妙なる金具のギザギザ溝の跡その時部屋の入り口に何か騒がしいいさかいが始まった 踏み台の上にいた検事はよろよろとした腰つきで入り口を見たが一目で事情を悟った「おい穂村ラ君、被害者の令状がこの惨劇を感づいて入りたがっているようだ君一ついい具合に扱ってくれないか?」「無論ここへ近づいても構わないがその辺はよろしくね」 穂村は検事の頼みによって入り口のところへ出て行った警官が反響乱のいとこを室内に入れまいとして骨を折っている穂村はそれをやんわりと受け取って彼女の自制を求めたいとこは少し気を取り直したように見えたが今度は穂の胸につがりつき たった一人の親の大事だすやないか。うちは心配やよって、さっきから入り口の前を一人で見張ってたくらいや。警官隊もとんと飽きまへんわ。警戒の場所を離れたりして、だらしがおまへんわ。そんなことやさかい、私のたった一人の親が殺されてしもうたんやし。もう何言うても、 こうなったら取り返しがつかへんけれど、そないにしておいて、私がおとっちゃんのところへ行こうと思うたら、いかさん言いやはるのは、何が何でもあんまりやおまへんか。と、ひいひい言って泣き叫ぶのだった。それを聞いていると、いとこが父の死をすでに察していることがよくわかった。 ほむらはいとこに心からなる同情の言葉をかけて、気が落ち着いたら、自分と一緒に室内へ入って、お父様の最後を見られてはどうかとすすめた。誠意あるほむらの言葉が通じたのか、いとこは次第に落ち着きを回復していった。それでも、父の書斎に一歩踏み入れて、 そこに天井からだらりと下がっている父親の浅ましい最後の姿を見ると、いとこはまた新たなる驚きと嘆きとに引きつけそうになった。もしもホムラが一段と声を励まして気を引き立ててやらなかったら、か弱いこの一人娘は本当に気が変になってしまったかもしれない。ああ、お父っちゃん。 な、何でこのような姿になってやったん?」。いとこは穂村の手を振り切って冷たい父親の下半身にしっかりすがりつきそしてまた激しくおえつを始めたのであった。鬼神のように強い警官たちではあったけれどこの美しい霊場が先に母親を失い今こうして優しかった父を奪われて。 悲惨やる方なき可憐な姿を見ては、同情の心を動き、目をそらさないものはなかった。おおとっさん、誰かに殺されてやったか知らへんけれど、きっと私が仇を取ったげるし、迷わんと成仏しとくれやす、ナムアミダ仏。 いとこはわなわなふるう唇をじっとかみしめながら、胸の前に合掌した。若い警官たちは、めい,めいの心の中に、この嘆き悲しむ霊人を慰めるため、一刻も早く犯人を捕らえたいものだと思わぬものはなかった。ほむら総六とて、同じ思いであった。 彼はいとこのそばに近づき、もうあまり現場にいない方がいいと思う胸伝えて、父の霊に別れを告げるよう進めた。いとこは降り落ちる涙の中から顔を上げ、ほむらに礼などを言った。彼女の心は本当に落ち着きを取り戻してきたものらしい。彼女は父の死体を、 はじめて見るような面持ちで見上げた。そして、むらの腕を押さえて、思いがけないことを問いかけた。もし、父はこういう風うに下がっていたところを発見されたんでっしゃろうか。もちろんそうですよ。それがどうかしましたかむらには、 このいとこの言葉がさらに腑に落ちかねた。いや別に何でもあれしまへんけれど、よもや父は自殺をするために自分で首をくくったのやあれしまへんやろな。それはけんじさんの調べたところによってよくわかっています。犯人は鋭い凶器を持って、 お父様の後頭部に致命傷を負わせて即死させ、それから後にこのように死体を吊り下げたということになっているんですよ。僕もそれに同感しています。はあ、そうでか。といとこはうなずき、こんな高いところに吊るのやったら、ちょっと簡単にはできまへんやろな。 犯人が今ゆやはったようなことをするのに時間がどのくらいかかりまっしゃろう。えな何ですってこの犯行にどのくらい時間がかかるというのですかうんそれはすこぶる優秀なる質問ですね。ムラは腕を組んで犯行の時間を推定するより前に。 なぜいとこがこのような突然の質問を出したかについていぶかった答えに出たハエ男「犯行に費やした時間はというとそうですねまず少なくとも2分はかかるでしょうね手際が悪いとなると5分も10分もかかるでしょう」 ああ、そうでか。二分より早うはやれまへんかと、いとこはほむらに念を押した。二分より早くやるには、よほど人数が揃っているとか、あるいはまた道具が揃っていないとだめですね。ああ、そうでか。二分。ああ、二分はかかりまっかな。 いとこはなぜか二分という時間にこだわっていた。ほむらはいとこの問いに答えているうちに、妙な事実に気がついた。それは、犯人はどんな台を使って、総一郎をこんな高いところに釣り上げたかという疑問だった。なぜなら、この部屋は天井が大変高く、 普通の家の書斎に比べると三四尺は高かったろう。そこから吊り下がった死体のつま先は床から三尺くらいのところにあるが、それを吊り下げる綱の一番高いところは床上から二軒ばかり上にあった。犯人の手はどうしてそんな高いところへ届いたのだろう。 今、検事や所長などが死体のそばに置いている台は、その部屋にあった二尺余りの丸いテーブルの上に、勝手に使っていた二尺の踏み台を重ね合わせたものだ。犯人が宗一郎を殺した時には、この踏み台はこの部屋になかった。では彼はどうして、十二尺余りもあるところへ綱を通して、 結び目を作ったのだろう。この踏み台に変わるようなものが室内にあるかと見回したが、低い椅子のほかに何も見当たらなかった。しかも今台に使っている丸テーブルの他は何にも動かさなかったというのだから、ますます不思議である。では犯人の人数が多くて、 軽技でもやるように肩車をして、宗一郎を釣り上げたろうかと考えるのに、これもちとおかしい。それは、この部屋のドアから出入りしたものは多分なかったろうと思われるし、多分というわけは、金魚鉢が二階から降ってきた時に、このドアの前を警備していた警官が、ついそちらへ見に行って、 一時ドアの前を守る者がいなかったことがある。ただしそれは警官の自白によって、わずか一、二分の間だったという。その間だけははっきりわからないが、その他の時間においては、このドアは被害者総一郎が内側から情を下ろしたままで、誰も出入りしなかったと言える。 では他にこの部屋への入り口はあるかというのに、人間の通れそうなところはただの一箇所もない。それは被害者総一郎が、灰男の忍び込んでくるのを恐れて、入り口以外のドアも窓も、すっかり釘付けにして入れなくしてしまったからだ。ただ一つ、ホムラは変なものを発見していた。それは、 天井の方から紙を貼り付けて穴を塞いであった。しかるに事件後には、その穴がぽっかりと四角形に開いていたのであった。紙は何か鋭利な刃物でもって、穴の形なりに三方を切り裂かれ、一方の縁でもって、だらりと天井から下がっていた。これは一体何を意味するのであろうか。 その穴は一生増スぐらいの四角い穴だったから、そこから普通の人間は出入りすることはできない。小さい猿なら入れぬこともなかったが、よしや猿が入ってきたとしても、猿がよく被害者総一郎の頭に鋭い凶器を突き込んだり、それから二軒も上にある綱を結んで、 体重二十貫に近い彼を吊り下げることができるであろうか。これはいずれも全くできない相談である。猿が入ってきても何にもならない。どうやらこれは入り口のない部屋の殺人ということになる。しかも犯人は総一郎を高さが二尺余りのテーブルに登って吊り下げ。 床上二軒のところに綱の結び目を作ったとすれば、腕が頭の上に二尺近く伸びたと考えたにしても、その犯人の背丈は二軒、すなわち十二尺から四尺を引いて、まず八尺の身長を持っていると見なければならない。変な話であるが、感情からはどうしてもそうなるのである。 しかもこの八尺の怪物が入り口から入ってきたのでないとすると、まるで煙のようにこの部屋に忍び込んだということになる。この時、どうしても気になるのは、貼り付けてあった紙を切り取って、一生マスぐらいの四角な穴を開けていったらしい犯人の思惑だった。 この穴からどうしたというのだろう。もし八尺の怪人間がいたとしたら、このような小さい穴からは、彼の腕一本が通るにしても、彼の足はもものところで使えてしまって、とても股のところまでは通るまい。これは考えれば考えるほど容易ならぬ事件だぞ。 と、穂村探偵は、心の中で、非常に大きい驚きを持った。密室に煙のように出入りすることのできる、背丈八尺の怪物。ハエ男を感情から出すと、いや、どうも何と言ってよいかわからぬ恐ろしい妖怪変化となる。果たしてこんな恐ろしいハエ男なるものが、 文化花と咲く一千九百三十七年に住んでいるのであろうか。ムラは彼がいとこのそばに著立していることさえ忘れて、彼のみが知る恐ろしさにただ呆然としていた。宝塚の一線活動写真。それから二日後のことだった。 小村総六はただ一人で宝塚の新温泉付近を歩いていた空は珍しくカラリと晴れ上がりそして暖かくてまるで春のようであった冬のさなかとはいえ真っ青に常緑樹の茂った山々それから河原の白い砂ぬくぬくとした日差し ほむらはすっかりいい気持ちになって、ぶらぶらと橋の上を歩いていった。これが凶悪生え男の長領する大阪市とほど遠からぬ地続きなのであろうかと、わかりきったことが大変不思議に思われて仕方がなかった。新温泉の桃色に塗られた高いイらかが、明るく日に照らされている。 彼は子供の自分よく、書生に連れられて、この新温泉に来たものであった。彼はそこの遊戯場にあった、様々な珍しいからくりや室内遊戯に、たまらない魅力を感じたものであった。彼の父は、この温泉の経営している電鉄会社の顧問だったので、彼は一度来て味をしめると、 その後は母にねだって書生を共に毎日のように遊びに来たものである。しかし書生はからくりや室内遊戯をあまり好まず、坊ちゃんそんなに遊戯に夢中になっていると体が疲れますよ。そうすると僕が叱られますから向こうへ行って休憩しましょうと嫌がる総録の手を取って、 座席の上に座らせたものだ。その座席は少女歌劇の舞台を前にした座席だったので、自然少女歌劇を見物しながら休息しなければならなかった。書性はここへ来ると俄然おとなしくなって、総録のことをあまりやかましく言わなかった。その代わり彼は、 突然、うちわのような手で拍手をしたり、舞台の少女と一緒に昇華を歌ったり、それからまたため息をついたりしたものである。総六は子供心に、書生が一向休憩していないのに憤慨して、ようおしっこが出たいだの、ようみかんを買っておくれよ、よう背中がかゆいよ、う、などと言って、 書生を怒らせたものである。今橋の上から十何年ぶりで新温泉の建築を見ていると、その時の書生の心境をはっきり見通せるようで、微笑ましくなるのであった。彼は久しぶりに新温泉の中に入ってみる楽しさを想像しながら、橋の欄干から身を起こして、 またブラブラ歩いていった。とうとう彼は入場券を買って入った。もちろん昔パスを持って通った頃の年老いた番人はいなくて顔も見知らぬ若い車掌のような感じのする番人が切符を受け取った。中へ入ったホムラはだいぶん様子の違った廊下や部屋割りにまごつきながらも やっと覚えのあるホールに出ることができた。朝まだ早かったせいか、入場者は多くない。ホムラは遊戯室の方に上がる階段の入り口を探し当てた。彼は少し胸をワクワクさせながら、その狭い階段を上っていった。おお、あったあった。思いのほか、 なんだか狭くなったような感じであるが、見回したところ、彼の記憶に残っている世界遊覧実体鏡、一線活動、魔法の鏡、三世界不思議鏡、電気屋敷など、すべてそのままであった。うん。 アルプスの小屋に住んでいるプーア・サンタクロスじいさんの一家は機嫌がいいかしらと、ホムラは数多い懐かしい実体峡の中をあれやこれやと探し歩いた。プーア・サンタクロスの一家というのはアルプス小屋に住んでいる山もりの一家のことで小さな小屋の中に サンタクロスに似た髭を持った老人を囲んで、男女八人の家族が、思い思いに針仕事をしたり、巻きを割ったり、鏡の手入れをしたり、子供は木馬に乗って遊んでいるという、一家団らんの写真であって、サンタじいさん一人は、酒のコップを持ってニコニコ笑っているのであった。 その実体鏡で見ると、この狭い家の中の遠近がはっきり見え、そして大勢の体も実体的に凹凸がついていて、本当の人間がちゃんとそこに見えるのであった。いつまでも見ていると、本当にアルプスへ登って、この小屋の中を覗き込んでいるような気がしてきて、淡い暴鏡病が起こってきたり、 それから小屋の家族たちの目が、こっちをじろりと睨んでいるのが、急に何とも言えなく恐ろしくなったりして、たまらなくなって、メガネから目を離して周囲を見回す。すると一瞬間のうちに、アルプスを離れて、三輪我が日本の宝塚新温泉の中にいることを発見する。という淡い旋律を、 大変愛した穂村総六だった。彼は十何年ぶりで、そのアルプス小屋の一家が相変わらず楽しそうに暮らしているのを発見して嬉しかった。サンタじいさんの手にあるコップには相変わらず酒が尽きないようであったし、彼の長男らしい目のぎょろりとした男は一丁の猟銃をまだ磨き上げていなかった。 小村は子供の頃の心に帰ってそれからそれへとからくりを見て回ったそのうちに彼は甚だ奇抜な一線活動を発見したこれは人造犬という表題であったがイタリアらしい市街をしきりに猛犬が暴れ回り市民がこれを追いかけるという写真であった その儲けを追跡自動車が追うと、自動車が帰ってガタンと街路にひっくり返る。ピストルを撃てば、弾丸が撃ったものの方へ跳ね返ってくる。袋工事へ大勢の市民が追い詰めて、いよいよ捕らえるかしらと思っていると、あら不思議。儲けの背がビルディングの5階に届く。 そして寝坊のおないぎらしい女が窓を開ける拍子に猛犬は女を押し倒してそこから窓の中へ飛び込む最後にこの人臓犬の発明者が現れて犬の尻尾を棍棒でぶん殴ると犬を動かしていた電気のスイッチが開き猛犬は仰向けにごろんとひっくり返り体の中から 全枚や電池や電線がポンポン飛び出すという大活劇であった。ホムラはその活動写真が大変気に入って、二度も三度も一線どうかを投げて、同じものを繰り返し見物した。この人造犬というのは、彼が子供の時に見た記憶がなかった。その後、 新しく輸入されて陳列されたものであろうが、実に面白い。ムラは続いて、他の一線活動写真の方に写っていった。ムラが何代目かの一線活動を覗き込んでいる時のことだった。少し離れたところに置いて、何かガタンガタンという想像しい音を出したものがある。 せっかくの楽しい気分をそぐ憎いやつだと思って、むらは活動箱から顔を上げて、その方を見た。音を立てているのは、腕に青い遊戯室係の切れを巻いた男だった。彼は活動箱をしきりに解体しているのであった。そのそばには、それを熱心に見守っている二人の男女があった。 女の方は、洋髪に言った、年の頃23、4歳の丸顔の和装をした美人だった。その顔立ちは、確かにどこかで最近見たような気がするのであった。男の方は、と穂村は目をそっちへ移した瞬間、彼はもう少しで声を出すところだった。 それは余人ではなく、玉屋総一郎の殺人事件のあった夜、玉屋邸においてしきりに活躍していた医師、池谷世之助に他ならなかった。池谷医師といえば、穂村が玉屋邸に赴く前に、正木所長から邸内に現れた怪しき男として、 電話によっていち早く報道された人物だった。しかし彼の住居は、この土地宝塚であるということだったから、今この新温泉にいたとて、別に不思議はないはずだった。でも彼は、こんな室内遊戯室に、何の用があって訪れたのだろうか。